もうダメだわ。5万円使ってる。何に使った、そんなに。5万。ビビアン2万5千円。2万5千円でしょ。いや、ここに着いてから23万円あったから2万5千円。あと2万5千円はご飯が1万5千円だった。あと1万円はあ、ホテルか。あ、そんなもん高いな。金かかってしゃあないな。居酒屋ホテルで、まあそんなもんだね。で、おみくんのお店さ、あのカフェドパリが置いてないんだよ。一番安いお酒で1万8千なんだよ。俺、おみくんに言ったよね。カフェドパリ用意しといてって。高いんだよ。安いシャンパンなんで入れないの ?1 万8千で、負けてもらったけど、1万5千円に。あ、これ、愛ちゃん。何味？あのマスカットとか。ちょっとシャンパン安いの入れてほしいですね。高いでしょ、1万8000円って。あのシャンパンの萌え的には高くないけど、安いシャンパンも入れといた方がいいんじゃない。ブーちゃんしてねえよ、生理とかも先に寝たし。なんだと思ってんの俺とブーちゃんを。友達なんだよ、もう兄弟みたいな感じなんだって。気持ち悪いから、そういうの、そういうコメントすんじゃねえよ。あ、番長さんありがとうございます。桜花火5発ありがとうね。ブリちゃんリスナーさん、今日も遊んでいい？遊ぶ人いないから。番長さん今日もいい？遊んで付き合おうって言ってたじゃん。なんで北海道、遠距離じゃん。つかカラオケ上手くなったことない？どう？カラオケちょっと上手になってなかった？何本用意？1本でいいっすよ。上手くなってたでしょ、結構前に比べたら。今日もカラオケ配信でいい？ブーちゃんの枠でつまんない？今日もカラオケ垂れ流しでいいっすか。再放送で。きついか。じゃあ今日はブーちゃんの家潜入スペシャルにしよう。ブーちゃんの家潜入するわ。それか札幌リュウちゃんとリティちゃんと合流する。リティどっちがいい？それかブーちゃんとイケちゃんガレージ行くか。初めまして、今日からの話、これからどうぞよろしくね。さよなら、昨日までの私、ここまでよく頑張ってくれて本当にありがとう。たくさん痛かったし辛かったね。傷つけちゃって本当にごめん。でも死なないでくれてありがとう。ずっと分からなかった。きっと感じなかった。人一倍傷ついて自分もたくさん誰かを傷つけた。すごいね、エアフォンで。すごいメンヘラさん。怖い。ありがとう。値すごいじゃん。値電話出ないな。キャンプ中？ちょっと01に電話してって言ってよ。リティちゃん、あー、ファンタスティックありがとうございます。上陸おめでとう。あー、ありがとうございます。ママウニ連れてって。ブロックしてる？とんでもないな。前ボロカス言っちゃったから、リュウちゃんの味方しちゃったからね。ちょっとママ美味しくなかった。ご飯が美味しくなかった。美味しいとこ連れてってほしい。いや、ママと食事連れてってくれない？行きたいけど。いや、ママ次第じゃない。ちょっとママ電話してみようかな。ママはね、確か声出せるから。はい、
ママ？ママ声大丈夫だよね。大丈夫だよ。うん。ママ北海道着いたよ。昨日。何？昨日北海道着いたよママ。やっと来たのね。うん。ご飯連れてって。昨日ブーちゃんと行ってきたでしょ。美味しかったじゃない？いや美味しくなかったあそこ全然。いや失礼だわ。失礼だけど。うん、あのイクラ食べたんだけど口の中に入れた瞬間に潰れてたんだよ。だって時期が悪いんだってば。時期が悪い、ね、そう今の時期じゃないの。北海道は今美味しいものは何なの。いや今ね魚介類は全然ないよ。全然ない。そう苫小牧のホッキぐらい。ホッキホッキ、ホッキ貝。ホッキ貝か、うん、じゃあもうダメダメ。今の時期は何にもない。肉か、ジンギスカンは。あ、ジンギスカンはあるよ、うまいよ。ほんと、うん、じゃあジンギスカンとスープカレー食べるわ。あ、スープカレーがいいよ。スープカレーがいい。うん。札幌にある。あるよ。嘘。うん。連れてってよ。なんでよ。一人で行けないかな。行けるでしょ。ん？なんかバーとかもさ、あの配信できる面白いバーとかあるけど。あるの？ある。あるよ。じゃあいつまでいるの？ん？しばらくいようかなと。しばらくいるのね。うん。あのおみくんが酔っ払いで鬱陶しいからそっちのバー行こうかな。じゃあ。で、あの結構朝までやってるよ。そうなの？うん、じゃあ連れてってよ、まんま。バーいいけど。いいの？いいよ。いいの？いい。で、うん、今日連れてってよ。今日は行けないよ。今日行けない。うん。じゃあまた LINE してね。じゃあ。うん。うん、いる、ま、いあのこっちにいる間には連れてくよ。うん。ご飯とね。わかった。うん。ブーちゃんも連れてっていい？いいよ、いいよ、全然。うん。じゃあブーちゃんも一緒にお願いします。うん、3人で行こう。うん、わかった。うん、じゃあ ね、うん、じゃあね。はーい。優しい。優しいでしょう。一時期はね、散々お世話になって暴言吐いてね、もう裁判沙汰にもなってるのに、ボロカス言ったのにね。うん、喧嘩しないよ。そうだよ。あのクルちゃん編の時に俺に一番投げてた人が、なんでクルちゃん編を続けれてたかっていうと、こうてんてんさんの力大きいよ。うん、爆投げしてくれてたからね毎回。じゃあ行きますね。僕がすごかったよ。感謝の気持ち、いやー忘れてないっすよ。感謝って伝えるのが難しい。言葉では簡単だけど。前日の投げ石奪い取ったよなって関慎吾さんだよ。そもそもが。投げ石を奪い取るつうか、誰に投げてもいいじゃん別に。好きな人に投げる。奪い取るもクソもねえんだよ。どこ行くね。ちょっと美容院行きながら考えて。服が汚い。こんな暗い中で汚さ見えるのお前。カス。汚くねえよ。ライさんが前にファンタして今のがガチ切れしてたぞ。前になんかライバル意識があるんじゃない、うん、俺の元カノとしてのなんか意地みたいなのがあるんじゃない、うん、元カノには負けたくない、前にだけは絶対投げないでみたいな、そういうのなんじゃない。知らんけど前の方が面白いもんな。面白くねえあんなの。重大発表芸とかって何時間も言わないやつでしょ。
イライラするんだよ。リアトツしないよ、誰も来ないし。大阪で40分ぐらいやったら誰も来なかったから二度とやらない。リアトツ町とか行きたいとか言って来ないしね、絶対に。リアトツも禁止にするね、持ってるからね、割と根に持ってる、だいぶ根に持ってますよ僕。ともっちはいや来る来るとか言って来ないから、どうせもう しないね。あっとごめんなさい、まあ、いやトーク力黙ってる時間の方が長えや、ごめんなさい。あ、一回だと思ってました、勘違いしました。いいんですか、はい、すみません。昨日夜中にここのホテル、うわ雪降ってるわ、ありえないわ。帰ろうかな、もうやだ。美容院まで 100m、 どうしよう。雪降ってるわ。あ、ポンさんありがとうございます、花火。帰りたい。ジャンバーもないし。ブーちゃん呼ぶわ、仕事終わったら。ブーちゃん寂しくなってきた。雪降るってことはマイナス1度とか2度か、寒いわ。明日も寒い。ジンギスカンまだ